イヤッホー、あれトーマスどうしちゃったんだ。イヤッホー、わー、トーマースな、な、な、なんてこった。トーマスがトンネルを越えると、あれ敵の子だ。誰かがやってくるのか。トンネルからやってきたのは、いやー、マヌネのトーマスだ。トーマス、どうした一体。お次はラムネのパーシーだ。いやはー、わー、昨日もやってきたぞ。長い眠りから覚めるとラムネになっていた。いやっほー、連結することもできるんだ。一体どうなるんだ。今度はパーシーもやってきたぞ。パーシーもトンネルを越えるよ。今度はキロもやってきたぞ。踏切には消防車やゴミ収集車がいるよ。やあ、ゴミ収集車くん、消防車くん、なんだなんだ。トーマスにパーシーにも見えるけど、なんだかみんないつもと違うぞ。ごきげんよう。なんだ今のは。トーマスたちがラムネになっちゃった。ラムネの機関車もとっても速いぞ。イヤッホー、わあトーマス、いやあ、トーマス、中のラムネが飛び出てるぞ。なんてこった。今度はパーシーもやってきたぞ。パーシーも線路から落ちちゃうぞ。えっほっえっほっ、うわー、今度は伝説のラムネヒロがやってきた。俺様はオードンだ。わー、ラムネたち事故発生。とほほー、一体どんなラムネが入ってるんだ。中を見てみるぞ。わー、とっても美味しそうなラムネだ。一つ一つよく見ると顔になってるんだ。誰の顔かみんなわかるかな。うわあ、えほえほえほ、へえ、とっても美味しいラムネをみんなで食べちゃうぞ。わあ、中が空っぽになって力が出ないぞ。よし、それじゃあトーマスにこのお菓子を入れていくよ。なんだなんだ、カラフルでとっても綺麗なお菓子だ。よし、バッチリトーマスに入ったぞ。中身はコンペイトーなんだ。コンペイトーもとっても美味しそうだ。今度はパーシーだ。わー、僕の中にも何か入ってるよ。パーシーの中にはたくさんのマーブルチョコを入れてみたよ。やっほー、マーブルチョコ大好きなんだ。ゴードンの中にはアポロチョコレートが入ってるぞ。やったー。私の中にも何か入っているのかい。もちろん、ヒロの中にはたくさんの卵ボールが入ってるよ。機関車も卵ポールは大好きだよ。よし、バッチリだ。